繰り返しお知らせいたします。はい、まもなくスーパーストリートファイター 2X 大会の組み合わせ抽選の方を始めていきたいと思います。ではですね、ちょっと今日店内混み合ってますんで、名前呼ばれたら私ですね、こちらの方までお願いいたします。参加費用1人様200円。はい、じゃあ組み合わせ抽選ですね、やっていきたいと思います。はい、じゃあすいません、こっちですね、私の方まで来てください、よろしくお願いします。はい、ユッキーさんやってるけど大丈夫。はい、あ、すいません、じゃあこっちちょっと、ボード邪魔ですね、よいしょ、すいませんね、狭い店で本当。はい、すいません、じゃあユッキーさん5番。 HDHD 誰だこれ誰だこれって思いっきり。はい、じゃあ200円です。ちなみに何の略、 XBOX の、ああなるほど。はい、9番。はい、ベンダさん、間違えて50円玉入れないようにね、お願いします。あの、僕のポケットマネーが減るんではい、ミノムくん50円玉混ぜないでください僕のポケットマネー減るだけなんで。はいはい、6番ですね。はい、工藤さん、はい、参加費用200円ですね。カップの中に入れて右から引いて、右から引いて何でもいいです。で、番号見せて、はい、で8番で、ま、お真ん中に戻していただけると。すいません、ありがとうございます。はい、ザキセンさん、1番風車のヤシチ、やべえのが来たぞ名前やべえのが来たぞ。4番、さあ、はい、かゆうまさん、かゆうまさん、7番ですね。はい、りょうじさん、お、りょうじさん、はい、2番しか余ってないですよ、まだ無駄2番しか余ってないんですもんはい、2番ですね。はい、今、今日の形式は、今日あの遠征の方来てるんで、2つやります。1つは 3on3、 もう1つはバーサスよろしく東西戦、はい、という感じでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ちなみにエントリー時キャラ書いてもらいましたけど、 3on3 ということでチームのバランス合わせたいというところありましたら、キャラ変更は、最初の試合始まる前までだったら、あの変更 OK にします。なので、まあ、とりあえずチーム今書きますね。あの、一応全員メインキャラ書いてるはずです。はい、あらあら、あら、なんかベンダ部屋できたぞベンダ部屋が完成しましたよ。はい、チームはとりあえず完成しました。一応ご確認ください。で、使用キャラは、ここからあの変更ある方は私に言ってください。 3on3 ですね。はい、
はい、じゃあ見れない方もいるんで口で言っちゃいますね。一番チーム、とりあえずあの名前呼ばれたら手を挙げてください。一番チーム、ザキセン、リョウジ、ベンダさん、手を挙げてください。はい、この3人です。よろしくお願いします。はいお久しぶりですはい、2番チーム、風車のヤシチ、ユッキー、ミノムくん、まあいつものメンツですね。はい、多分大丈夫です。はい、3番チーム、カユーマ、クドー、HDHD、 カユーマ、クドー、HDHD、 手を挙げてください。はいはい、どうすんだこれ2人チームですか。2人チーム、菅さん今日いないっす。はい、4人、まあ4、まあじゃあ2人チームやります。あのその代わり人数完全に2人でちょっとハンデになりますけど、そうですね、ちょっとじゃあリグを増やすんで待ってください。
はい、とりあえず、とりあえずじゃあ、キャラ変更は、あれですか、かゆうまさんだけでいいですか。あとは、はい、HD さんがバイソン。HD、HD、HD、HD バイソン。はい。かゆうまさん DJ だよね。かゆうまさん DJ。X 残儀で。はい。風車のヤッシが X 残儀で。あとは大丈夫かな。はい、大丈夫だと思いますので、ここで固定させていただきます。はい、トーナメント表、もといリーグ表全部貼り出しました。これで確定になります。3on3 の、リーグ表これ確定になりましたのでよろしくお願いします。本日の形式は 3on3、3チーム、4チーム、総当たりリーグ戦となりますのでよろしくお願いします。1チーム2人チームありますので一応こちらは、何もなしでですねお願いしたいと思います。じゃあいいですか。あ。
あ、これでどうだ。よし、はい。で、すいません、1分だけ待ってください。はい、すいません、ごたごたしてね、お待たせいたしました。はい、それではただいまより、2019年10月26日土曜日仙台プレイランド FR、スーパーストリートファイター 2X 10月の月例大会ただいまより始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はね 3-on-3 ですね。はい、じゃあ、勝ち抜き戦です。勝ち抜き戦でやります。 3-on なんで、で、先方は申告制でやっていきますので、まず、両チーム揃って代表者誰でもいいです。じゃんけんしていただきます。で、じゃんけんしてもらって、じゃんけん勝った、方が、1P2P 好きな方を取る形でお願いいたします。 1P はこっち側、奥の向こう側が 2P 側、こっちが 1P 側、向こうが 2P 側となります。カプコン系基本 2P 側よりなんで、この辺間違えないようにねお願いしたいと思います。はい、じゃあ、ザクセン領事ベンダチーム対風車の、風車のヤシチユッキーミノムくん。はい、では代表者じゃんけんですね、お願いいたします。代表者誰でもいいです。はい、じゃんけん、じゃんけんです、じゃんけんです、じゃんけんですから、で、このじゃんけんで、勝敗が決まるわけじゃないです。たかがじゃんけんです。はい、じゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょう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 、あー譲ってやるぞ的な感ありましたね。はい、みのむくん勝利で、じゃあゆっきーさん、みのむくん、やしちさんで、1P、2P 好きな方をね決めてください。 1P 側で、はい、じゃあゆっヤシチユッキーミノムくんチーム 1P、 ザクセン領事ベンダチーム 2P。 はい、じゃあキャラも固定になります。はい、一応ね、チーム決まってからキャラ変更の余裕を与えたんでね、この辺はもう、皆さん、了解した上でお願いいたします。はい、ただいまからじゃあ先方を聞きに行きます。先方を聞きに行きます。相手チームにバレないように僕にこっそりと教えてください。私が行きますと言って思いっきり手を挙げると相手チームにもろバレなんで、気をつけましょう。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ先方座ってください。最初の試合がヤシチザンギ対領事エソンダ、いきなりデスな組み合わせが決まっちゃいましたね。まあ、言うてもキャラの有利不利があっても今日はね、後ろに仲間がいます。みんな仲間ね、大事に、応援しながら協力し合って今日ねやっていきましょう。それでは、準備ができましたらスタートボタンを押して始めてください。10月のスーパーストリートファイター 2X 大会ただいまよりスタートです。よろしくお願いします。はい、じゃあ 1P が、なぜか今日か風車のヤシチというエントリーネームで出てきた、アンドレザンギエフで、今日 X です、 X ザンギエフだそうです。で、対する 2P が、いつもの、領事さんの S ホンダとなります。はい、この組み合わせゲロですね。ゲロです。さあ、ゲロなんですけど百裂張り手でやることが少ない。あとコパ、オキコパンがどうしても強い。張り手を潰す技がしゃがみショーパンとかそういうレベルですね。さあ、早くも危ない流れです。
足払いからこういうのこうなるとワンチャンある。あーなんということだと思ったら甘えてしまった。1段目ガードから目の前着地はさすがにタッチスクリューの的と。まずは 1P ヤッシザンギが一本選手、もうアンドレさんでよくねアンドレザンギ。さあ今日ね山形から来ていただきました。昨日台風で雨すごかったんですけれども、ものともせずね今日ね遊びに来てくれました。さあ2ラウンド目ちょっと厳しい展開。さあフライングボディープレス、フライングスモープレスでしたね、失礼なんとかスモープレスでしたね。あれあんななりしてジャンプした中継なんですよね。ジャンプした中継がフライングスモープレス。さあやはりこの5番と100列のバリアがどうしてもつらい。そしてダウンを取られると一気に自利品になってしまうと、もうやることに関してはなんとかして足払い当ててスクリューを当てていくしかない。さあフェイントをかけていったが両次本田よく見ていた。さあ残り頭突き、大頭突き一発圏内だが引っかかったぞ。さあなんてことだアンドレさんがうおーいと、今のは納得いかねえぞという声を出しました。さあ引っかかりたいとこだが最後は頭突き決まって、まずは両次本田勝利。いやー頑張ったんですけどねアンドレさんね。さあここからは、後出しで決めていいです。申告も何もいりません。はい、ユッキーさん、ミノム君、さあどっち出るかですね。いやー本田どっちも嫌なんだけど感やばいですねさあ S ホーク行くか X キャミーが行くか。いった、さあ座ったのは S ホーク、ユッキー S ホークですね。さあ本田戦、かなりベンダさんってやってるんでやり慣れてはいる部類ではありますが、ただこの今日の 3on3 後ろにベンダさんがいるという、さあ本場もんがいると。さあ領事さんは S ホークとの対戦どのぐらいやってるかっていうのはちょっとわからないんですが、まあこれどうなるかですね。足払い冷静だ。さあやはりこういうじりじりと一発一発が命取りになる、そんな組み合わせ。さあ美濃君が大丈夫かなと、あーっと頭突き入って寄せつけない立ち回り。さあ追い頭突きしませんね。で高め打点の半角のポイントだけしっかり頭突きすると、さあ時間的にちょっと厳しい。あーっと冷静すぎる冷静すぎる、俺はもう何もしないぞと。さあタイムアップ、まずは両次 S 本田一本選手。さあこの S ホーク一回投げてしまえばダウン取ってしまえばというところなんですが、相手が本田となるとまた話が別になります。一応本田には無敵技がねあります。出かかり無敵の、スーパー頭突き並びに100貫落としと。さあどちらも、投げを抜けるには一応適している技と。さあこのワン削りがね響くんですよね、この組み合わせ。とりあえず体力リードをして本田、おっとこれはさあうまく決めたぞ。さあ頭突き、さあ体力リードは S ホーク。さあ頭突きまだあるぞまだあるぞまだあるぞ。さあどうだ、さあコンドルダイブ決まって、最後は大トマホークバスター。さあ取り返したユッキー S ホーク、勝負強いですね。ユッキーさんは勝負強いです。 F1 の大会でも不利な組み合わせをものともせず、さあ覆していくこともしばしば。高め頭突き、これは高めコンドルダイブか、これは半角、低めは半角なし。一応着地点に大頭突き合わせるっていうのもあるんですけど、そうなるとさあ引っ掛けた、そうなると今度見てから昇竜が間に合っちゃうんですよね、ホーク側の。さあだなのでジャンプ大 P が強い。さあ体力残り一発圏内、最後は対空よく見ている、いい勝負です。さあここで勝ったのはユッキー S ホークで、ベンダさんが出てくんだ、知ってんだ俺、ユッキーさんを任せろと多分裏でそう言ってるかもしれない。さあ出てくるのは、おっと
フェイントをかけて出てきたのはなんとザキセイソーク、同キャラ戦で勝負と。さああくまでベンダホンダは温存という形ですね。さあザキセイソーク同キャラなら五分だとよく言いますね、同キャラ五分。さあ同じ性能です。さあまず1本取ったのは 2P ザキセイソーク。お互いこれ S ソーク同士の対戦あるんですかね、あんまり F1 ではめったに見かけません。ここ近年だと多分ユッキーさんとザキセイさんが一緒に S ソークで大会出てるっていうのは実はこれ初めてにしはではないにしろかなりレアケースです。さあ割り込んので割り込もう一回詐欺ってなかった。体力リードはユッキーソーク、ジャンプショーピンの出かかりが強い、出っ放しなんですよねあれ着地まで。で火力地味にはある。さあああーどうは死んだ、減ったー。勝ったのはザキセイソーク。これはさあ領事さんとの対戦で疲れてしまったところを狙ったように見えます。何はともあれ追い詰められた 1P 側、さあ対象はミノム君を残すのみ。飛び道具持ってるキャラだったらよかったんですけどねさあこの組み合わせもかなり大変だぞ。スパイラル機動力は高い、ただキャミーもねキャノンスパイクがあのホークにとってかなり相性いい 技ではあるので、さあこれをどんだけ押し付けていけるか。そして足の長さはもちろんキャミーと。さあ足を狙っていくか、しゃがみ中継の全体の振りのモーションが相当短いので噛み合ったとしてもコンドルダイブのガードが間に合ってしまう。逆タクを仕掛けていく、めくりからわーいわーい、キャノンスパイク。さあこれでもまたホーク側は油断できないキャノンスパイク。さあこれも半角なし、足払い2段目だけ当たった。まずはザキセイソーク一本選手、これでリーチ、上落としていくキャノンスパイク。おっとしかし振り向いてしまったか、大パン当たる中継。さあ体力リードはキャミですが、しゃがみ中継とこのおおコントロールダイブ当たってキャノンスパイクしっかり出す。さあ上が落ちない、さあこれでリーチ危ない、うわーい、勝ったのはザキセイソークということで、最初の試合ザキセイ領事ベンダチームが3対3で勝利です。あちなみに得失点差は数えません、一応数えあの書いちゃいましたけどこれ数えませんのでよろしくお願いします。はい、じゃあ次の試合です。カユーマ工藤 HDHD、ガムシマツヤガムシマツヤチームは2人チームです。はい、じゃあですね、領事さん、僕らの戦法を言うんでちょっと聞いてもらっていいですか。
で、では、かゆうまくの HDH チーム、そうですね、りょうじさんに先方を伝えてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、かゆうま対始末屋ですね。よろしくお願いします。ベンダさん、じゃあ、喋ってもらっていいですか。やべえ、呼び負けた。さあ、じゃあ、2組目ですね。いきなりかゆうま DJ と始末屋龍です。始末屋龍が4位分けたという通り、いきなり最初に出てきたのはこのボスの方、しかも最初ブランカって言ってたのが DJ になっている。さあただ DJ 龍はまあ DJ にはいける方なんだろうけれども、使い手が使い手ですからね、これはなかなか油断できないと。今のところかゆま DJ が固めの立ち回りでリードをしていると。さあ竜巻に逃げるが、ここはエアスラで逃げは許しませんよと。そしてちゃんと波動蹴りを入れて少し歩いて投げて一本取ったのがかゆま DJ。 さて2本目の開幕は龍が飛ぶが、うわー、これは波動が勝利に化けてるやつですね。そしてめくりからのコンボはミスってしまったけれども、あー、落ち着いてまた再度めくりでから削っていくと。これでもう体力の半分以上は削られた始末や龍。さあ0回戦のキャラ選択で読み分けてしまったということなので、そこが響くかどうか。真空が溜まっているのでエアスラをフェタには打てないところだが、さあまたここでめくりに行ってコンボは繋がらないが、少し歩いて投げと。これもさっき見たパターンですね。さあ DJ が 2セット連続で取って、次大将、ここ2人しかいないので早くも、おお、大将ガム DJ。 さあ同キャラでガムさんはこれ DJ 本職ではありますけれども、このカイマさんは DJ ももちろん全然本職レベルにいけているキャラなので、さあどう出るか。エアスラの打ち合いだけれども、端に追い詰めてる分ハユーマ DJ の方が有利かな。さあここでようやく押し戻して体力がほぼ込んだ。ここでめくって投げる、受け身は取れていない。さあちょっと弾が早かった、また投げて足払いでこかして、あーと一発ですよこれ。ただスパコンがあるから変にぶっ放せないが、ここは我慢しきった。ハユーマ DJ が取って早くもリーチですね。さあ最初のエアスラ対決は打ち勝ったのがハユーマ。画面の中央でお互い打ち合うけれども、今のところ2発当てているハユーマ DJ がリードしているところですね。さあ端に追い詰めた、今度はさっきと逆のパターンだ。体力的にもリードしている。ちょっと離れてまたエアスラの打ち合いになっている。なかなかお互い近づきづらいところだが、ここでダウンを取って今度はコンボがつながって、これがあるから DJ は怖い。一気に持っていってしまったですね。さあかゆうま DJ がなんと一本も取らすことなくストレート勝ちしてしまって、工藤さんと HD さんがまだ出番がないということで、2本目はあっさりと終わってしまって、次はどうなるか。さあマイクありますか。じゃあですね、次の試合なんですが、ガム始末屋チーム連戦でやりまして、ザキ戦領事ベンダチームでお願いします。すいません、はい、じゃあそうですね、ここは1番と4番、はい、4番です、よろしくお願いします。じゃあじゃんけんいいですか、 お任せしちゃって。じゃんけんほい。あ、ちなみに僕のチーム 1P だと超やりやすいです、あの運営的にできれば。えぇ、ー、1P ですか、 1P ですか、あらー、なんてことだ。じゃあ応援ちょっと難しいですけど頑張ってください。いやー、さあこれ相当俺らに恨みあるって見ていいと思います。じゃあですね、じゃあアンドレさん、僕らの戦法を今から。で、アンドリさんにじゃあ、戦法を伝えください。
OK。 はい、はい、ではガム対ザキ戦ですね、よろしくお願いします。さあこのチームどっちも飛び道具持ちなので、まあ飛び道具持ってないこの S ソーク、ホンダホンダという組み合わせ、さあこれは相性的に非常に良くない。あとはこかした時のワンチャンスと置き攻めに全てをかける。さあよく見ていらっしゃる。さあガム DJ がまずは対空落として先制。さあ体力リード取られると途端に辛くなるこの飛び道具持ってないキャラたちの宿命、やはりこの遠距離で攻撃できるっていうのはやっぱね強いですね。でこのゲームは地味にその球が大きく作ってある。あーっとどうなるこれは、あーっとやってしまったか、うわー逆タク、あーっと最後はずらして、さあコンドルダイブ、まず1本取ったのはザキ戦速。さあこうそうなんですよね、遠距離遠距離だと安心して飛び道具打ってるだけで安心できるんですけれども、さあこの寄られた時の対応がちょっとでもミスってしまうとああなってしまうと。さあジャックスラッシャー飛び道具体育できますね。さあ殴り合いの距離ですが、ここはスラでごかしてあっち行けと。あーなんだこの当たり方、あーうナイスだが、さあやっとジャックナイフマキシマム、切り返したガム DJ が取り返すファイナルラウンド。さあためが完成しなかったが、さあジャックで落として、ここは、刻んでいくと投げられる可能性があったので、ここは下段を交えた、さあ固めで離して、そして飛び道具遠距離中距離から嫌がらしく打っていく。さあ強スラッシャー、今日は、飛びかかりに当たることが多いので基本中距離では強、そしてジャックは超遠距離もしくは見てから落としですね。さあどうなる、投げている連戦、ガム DJ が勝利。さあ残る、さあこっち、これはあまり僕言えないですけど作戦勝ちですね。はい、じゃあ領事さんですね、お願いします。あまりでかい声では言えないんですけど、うちの、まあ僕らのチーム的には作戦勝ちですね。まあ正直あれですちなみに作戦会議したとき、ガムさんどっち出ますかって言ったら、どっちでもいいんじゃないですかこの組み合わせって言ってたのが面白かったです。はい、ということで、いきましょう。まあどっちも飛び道具持ってるしみたいな、そんな感じですね。さあやはりこの組み合わせもやはり飛び道具がエアスラッシャーが地味に高いんですよね。飛び道具の位置が思ったよりも判定がでかい。ジャックで落とす、しっかりゲージ回収からこの状態を維持、そして DJ はエアスラッシャーからのスライディングも対空になるのが地味に強い。さあこの、そしてジャックで落ちる前はしっかりジャック、そして無駄な置き攻めをしないと。スラに半角がないのもまたこの組み合わせつらいところ。さあどうなる、投げている最速、まずはガム DJ 一本選手早かったですね今の投げ。さあ2本目、さあ位置が変わる、強い、やり慣れてますねガムさんも DJ 本田戦。さあ中継で落とす、あれも対空になっちゃうのが強いですね。先に攻撃判定が出て先端だとほとんど飛びも落ちちゃうぐらい判定強いんで。さあどすこいどすこいと2回打っていくが、さあしっかり2回当ててしゃがみ中継から無情のジャック、エアスラッシャーがさね勝ったのはガム DJ ということで、さあ大変だ。さあ大将ベンダホンダ3枚抜きがあるのか、しかし相手は全員飛び道具持ち。開幕まず大頭突き触って端まで持っていく。さあこの圧ですね、歩いてまず一発、さあ相打ち百裂張り手、さあよく見ていた。さあここは県外までさようならと。さあフェイントを交えつつ、さあ弱で落とし抜けていくが、体力リードは DJ 側ジャンプ入って
相打ち。さあこれで圏内に入ったがどっちも圏内。エアスラッシャー、しゃがみダイパーン、よく見ていた、うまいですね今の。さあ1本取ったガム DJ、 これでリーチ。さあこの開幕の順番選びどっちでもいいんじゃないですかねの、さあこれを自ら体現していく、そんな試合になってしまうのか。ジャックナイフしっかり落とす、しっかり中で追加しつつこの距離維持。さあきつい、さあしゃがみないっぱいに落として、これはきつい、決定している、勝ったのはガム DJ ということで、ガム始末屋チーム勝利です、素晴らしすぎましたね。はい、じゃあ次の試合が、風車の屋敷、ユッキー、みのむくんチーム対、かゆうま、工藤、HD、ATG チーム。はい、ではよろしくお願いします。はい、じゃあじゃんけん席決めお願いします。決まりました。はい、じゃあユッキーさんチームが 1P かな、決まってる。はい、ではじゃあ先方ですね、じゃあ各チーム僕に、で了解です。はい、ではユッキー S ホーク対工藤 X 龍ですね。さあここで遠征初登場ですね、遠征の方、工藤さんが北海道かな、確か北海道からの遠征ということで、さあ今日 F1 に来ていただきました、ご来店ありがとうございます。さあしかし相手は S ホーク、さあこの S 流じゃなかった S ホーク対策できるのか、まあ対策というかどんだけこの近づけさせないかがね課題になります、この組み合わせは。さあしっかりゲージ貯めつつ強波動、中波動、さあ無理はしない立ち回りだが足払い入る、昇龍しっかり出す、昇龍よく見ている。さあ逆タコかけていくが、ここはしっかり冷静、さあよく見ている、対空精度が高い工藤龍がまず一本選手。さあしっかりですね。さあ一発入ってからの足払いが入る、セーフセーフ。さあこの辺は読み合いですね、一発当てた後に昇龍当て、昇龍を待つか駒投げで投げるか、単純な読み合い。さあこのユッキーさん、ただこの読み合いが非常に強いんですよね。あー強い、た高め足払い、水ジャンで波動を避けつつコンドルダイブ。さあ強波動からのここは安定波動重ね、コンドルダイブ。さあもう一回引っ掛けて、さあ龍にはまだねいろいろありますが、最後は対空落とせず、さあ工藤龍がさあ追い詰められたが、さあどっちもどっち、開幕へとして勝利を読んでいた。さあそしてコンドルダイブ決めつつ、さあうますぎる、歩いてくぐりましたね今。さあここで画面足から逃げるのを兼ねて、さあ位置取りをうまく取っていく、足払い当たる、竜巻からここで台風、これでリーチ下げている、昇龍出させて、さあ勝ったのはユッキー S ホーク。さあ2番手HD じゃなかった、かゆうま DJ ですね。
さあユチ、さあこの組み合わせもやはり DJ がかなり有利と有利なんでしょうね。飛び道具打った時に上が通るぐらいで、でこの組み合わせは飛び道具近距離から打った瞬間ジャンプショーピーで飛び込んで飛び込みが通ると、まあそこからほぼ投げ角まである台風で、ダメージを取っていくと、まあその状態にできるかどうかがホーク側の課題。コンドルダイブ削れるのであれは有効です。さあ当たってここから下げていると思ったら下げてなかった、足払いよく見ている。ここは一発でだけですが離すには十分、よく見ている。追加、そしてこの位置をキープ、あーしゃがみ大パンで対空と。さあここでストッパーとしてカユーマ DJ が、止めます。さあそして2番手この DJ に対し誰を出すのか。さあ中堅ですねお互い。さあ出てきたのは、ミノムくんキャミ。さあ開幕キャミ、さあ歩いてキャノンスパイク打つぞと見せかけた上で歩いて投げると二重の読み。さあ開幕リード、まずはしかしここで体力並んでいるスラが当たってめくりから、ここは安定で固めていく、そして距離を離してヤスラッシャー。さあフリガンコンビネーション正面飛び、しかしこれは技が重なってなかった。さあフーリガン決まって強パンから立ち体系、さあリーチ圏内までざーっと最後はスラが当たる。さあ最後若干蹴り合いになりましたが、まずはカユーマ DJ が一本選手。さあそしてスパイラル当たって投げに行ったところ、しゃがみ中継で止める。さあエアスラッシャーからの、さあここのキープ位置をキープ、正面ナイスガード、キャノンスパイク、これは当たらずめくりナイスガード、しゃがみ中継で暴れて歩いて投げる、キャミを歩くのが早い。さあ下げってなかった、まずいぞ、投げて、あっと最後スパイラルアローか、しかしエアスラッシャーの方が早かった。勝ったのはカユーマ DJ。 さあこれで残るはなんとヤシチことアンドレザンギエフ。今日は X 残儀なので何か可能性が見えるかもしれない。まあ、一発逆転性でいうと一応ファイナルアトミックバスターが使えるんで、どんなにね体力リードされても諦めてはいけないと。さあ6割弱減りますからね。あれ足払い当たる。さあストマックブローからのちょっと歩いてボディープレスから、さあスクリュー決まらず。さあこれで体力が追いついてきた。さあ立ち強ピースカリに対し、あっとこれはまだありますね。ヤスラッシャー、ヤスラッシャー連発。まずはカユーマ DJ が一本選手。ヤスラッシャースライディング見てからしっかり打っている。さあこの X の残儀も地味にこのダブルラリアット出すのが地味に難しい。ちゃんと3つ同時をしないといけない。あの家庭用のは2つで出るんですけどね。アーケードはしっかり3つ押さないといけない。さあ足払いからの、あーっと読んでいた、下げっていたと思ったら相打ち、そして距離を離す、スラ当ててエアスラッシャーを重ねていく。最後歩いてスライディング、歩いた。勝ったのはカユーマ DJ ということで、カユーマ DJ と工藤、HDHD チーム勝利。じゃあヤシチさん、ユッキーさん、ミノムくんチームとはガムシマツヤ、ここのチームやりましょう。
はい、じゃあ代表者じゃんけんお願いします。じゃあベンナさん、僕らのチームの戦法を聞いてもらっていいですか。はい、じゃあミノムくんチームは誰が行くかですね。でマイクもそのまま、じゃあ誰ですか。シマツヤリュウ対ミノムくんキャミーです。さあ今度はガムシマツヤチームが始末屋戦法と、対してはミノムくんキャミーが出てきました。ミノムくんチーム今のところ2敗なので、ここで負けてしまうと3敗で敗退となってしまうので負けられないところですね。ただキャラ的にはこれ DJ と竜なのでキャミーは楽ではないが、今のところきっちり先行を取ってますね。しかしここで島津屋龍が落ち着くかどうかですね。さあ、おお、2段入った、ちゃんと深く当てている。さああと2発かな、しかしピヨってしまったのはちょっと不運だった。島津屋龍が1本選手、ただ先手も取ってますし、ミノムくんキャミンも悪くはない立ち回りでしたね。さあこかされて、ここで何か返そうとしたところに2段が入ってこかされてしまいましたね。これで一気に苦しくなってしまった。そして球を組んでしまって、なかなか体力が少なくなってしまっている。波動で押す始末や竜だが、今度は入ったが、ここで入らないが、お互いミスる。まだ分かんないよ、分かんないけれども、ここ安く終わってしまった。さあこの近づくチャンスを逃してしまったのがミノムくんキャミー、痛い。あともうこれガードできない。最後はとりあえずの中盤で始末や竜が先制、一人抜きですね。待って、相手チーム残っているのがユッキーエスオークと風車のヤシシザンギということで、次出てくるのは風車でいいんですかね、これヤシシさんですね、ザンギです。さあまあ竜ということで、まず、ザンギなのかなというところでしょうかね。この組み合わせも F1 の大会ではよく見る組み合わせですけれども、比較的ザンギはいけてる印象ですね。さあこかして、ここでハメがいかないと思ったら、なんと裏タグですかね、これピヨ。しかしこれピヨった後の処理はちょっと失敗したのかな。ただ体力はだいぶリードしているので、ザンギもこれ余裕を持った立ち回りができるところですね。さあ仕込み昇竜は冷静にガードをしてこかして、あと一発だが、さあここちゃんとリバさんのダブラリが入ると見てきっちりと相打ち OK で返したということで、いや七段木が一本選手ですね。さて2戦目はお互い警戒し合っている。先手を取ったのは島津屋龍だが、ここはダブラリではこかされないところですね。さあ第5スをちゃんと足払いでこかして、上をちゃんと見ていた。お互い足払い出しまくってますね。ここでそしてダブラリが当たってハメでいけるかだけれども、冷静にリバサルではないけれども昇竜で返す。またもや足払いで追っ払って、ここは逃げましたね。なんだ怪しいぞ、第5スやって入れ替わった。まだこれ残念ありますよ、スパコンもあるところ。しかし真空出したところに何かを出そうとしてですかね、食らってしまった。さあ3戦目、足払いでまずは先手を取った始末屋龍。さあ出たり下がったりでだいぶ警戒してますね龍。こかして、さあ上から襲ったが、スクリューはこれ空振りモーションだった。見てからの足払いがつながらなかった感じですかね。さあ遠方からの長キックの使い方がうまい。体力は5分、しかし画面で言うと残忍が押しているが、ここで竜が押し戻して、さあここでハメに行けるか、今度は成功、ただまだ死なないね。おお、最後はこれ、最後はこれはハメじゃなくてバネシンがこれ化けたんですか。結果笑いですね。昇竜じゃなかったですかね、バネシングと相打ちになるということは。
何かが龍も化けた。そして出てくるのは大将のガム DJ ですね。さあ、ただ DJ とザンギはやはりザンギは辛い組み合わせではあるけれども、この勢いでザンギがいけるかもしれない。さあ、ローキックからのなぜか謎のしゃがみパンチやらなんやらよくわかんないけれども、なぜか農業農業ファミですか、なんだか DJ もよくわからないまま画面端から抜けられず死んだという感じですね。このパンチ、なるほど、このパンチがあれですかね、ジャックナイフ抜けとかソバット抜けとかに効くんですかね。ここは冷静に上を見ていた、まあ、ここは飛び道具で押し返す。お、今のはミスですかね。さあ、いきなり近づいて吸って、今度はズーズーしく歩いて投げる、飛ぶ、あと一発。 DJ もこれ、あー、冷静に最後返した。しかし一本取られたけれども、かなりこれプレッシャーをかける立ち回りだったアンドレザンギでしたね。そう、安らに飛びどんが当たって、冷静に小判で返す。さあ、ハメは失敗したけれども、プレッシャーはかけられてるぞ。少し離れてしまったので、ここで DJ が落ち着いた立ち回りに戻るかどうかですけれども、また足払いで小隠しで、今度はスクリューでもなくて、また揉みに行った、また揉みに行った、まだ揉む、3回揉む、揉み揉み揉みで3回揉んでスクリュー使わないけれども、勝っちゃったアンドレではないですね、これヤシチザンギですね。いやいや、これ揉みの方がいいんですかね。まあ、スクリューだと離れてしまうから、もみもみだとまだこれ近づけるし、しかも結構減りが大きいですからね。ということで、ヤシチチームが1勝2敗、ガムシマチアチームも1勝2敗ということで、残ったのがザクセン領事ベンダチーム対カユーマクドーデ1D チーム。はい、じゃあですね、状況説明しましょうか。じゃあラスト1戦ね、ザクセン領事ベンダチーム対カユーマクドー HD、HD チームなんですが、得失点差、これさっきも言いましたけど、これなしでやってますですが、今現状ね、2勝0敗のチームと1勝1敗のチームが出てます。で、ここでまあこの3番チームね、勝てば優勝になりますが、ここ勝った場合2勝1敗で、勝敗が並びます。そうなった場合は代表決定戦で優勝を決める形になりますので、よろしくお願いします。そうです、なのでもしザクセン領事ベンダチーム勝ちましたら、お互いね、代表者1人決めて、最後白黒つけるという形でやってきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ両チーム、じゃあじゃんけん席決めの方ですね、お願いしたいと思います。さあ、一応ね、完全に残った、優勝に、可能性のあるチームがもうこの2チームしかありませんので、まあ分かりやすいですね。ただ、まだ負けていないカユーマ駆動 HDHD チームに対し、1敗しているザクセン領事ベンダチーム、さあここで負けるとカユーマチーム文句なしの優勝と。了解です。はい、ではよろしくお願いします。では最初の組み合わせ、領事 S ホンダ対、HDHD バイソン。はい、ということでまず最初の組み合わせ、領事ホンダ対、S ホンダ対 HDHDX バイソン。さあ今日初登場ですね、 HD さん。さあ多分もうこれ、どうなるか、まあドスコイオアーが何回も俺言うと思います。この組み合わせ必ず僕実況でなぜかしないけどね、ドスコイオアーを一生言ってるんで、ドスコイガードからオアーが何もないんで、ドスコイドスコイドスコイオアー確定まである。あとターンパンチ溜めていった、相打ち、体力リードは本田川。さあこれで並ぶ、コパンで落としてオアー、ドスコイオアー、ドスコイはジャンプ台 P が潰した。まずは HD バイソンが一本選手。さあ開幕単発っていうのがちょっとびっくりでしたね。はい、ドスコイオアーとオアー、
短波を貯めていた。さあダッシュアッパーで対空、さあアッパーですからね言うても。さあそしてターンパンチ処理ミスったらお前一気に減るぞとアッパーをかけていく。あドスコイオアーに対し、さあ一発一発当ててわざと高め打点からクレイジーバファローを仕込んでいた。100巻落としじゃないともう無理なやつです。まずは HD バイソンが1勝。さあこの組み合わせは触ってしまえばエスホーク見ていきましょう。触ってしまえばですけどね。さあただ中間距離から飛び道具に近い 本人が飛び道具となって突っ込んでくる系のこのバイソンに対しどうするか。さあ画面足詐欺飛びあの位置はきつい。ここはダッシュアッパーで落として詐欺飛びからの固めていく。で差し返しでグランドストレートを決めてアッパーといろいろ技が当たる。さあ体力リードから時間を使う。ダッシュアッパー入ってダッシュグランドストレート HD バイソンが止まらないぞ。さあまず1本取っていく。ダッシュアッパーで対空タンパン、タンパチ、コンドルダイブ当たるがあの位置はセットプレーになかなか行くのが難しい。ヘッドバットで返してジャンプショッピー当たって地上までつなげつつトマホークにはしっかり反撃。最後はピヨったところにダッシュグランドストレート秒で追い詰められた。これはまずい。さあ残すはベンダチーム、ベンダのみ。さあかゆうまさんがさっき代表戦になった場合は勝敗勝ち合った場合は代表戦になりますと言った時にああそうですかとすっとぼけた顔して言ってました。さあこれはこれを想定していたのかわからないが、まあと優勝まで一歩というところ。しかし体力リードをしているのはザ・ベンダホンダ。ここでまずベンダホンダが1本取っていく。さあ残すはベンダホンダのみなんですが、コパンで落とす100巻落とし。ここは半角のポイントでしたがちょっと合わなかった。ジャック頭突きで返すドスコイはジャンプ中継当たって100巻落とし。ここはしっかりヘッドバットで抜ける。百裂張り手止める。相打ち移動距離長いとジャック頭突きたまるんですね。あれマジでマジであれ割れんの。俺初めて見たよあれ。あれ割れんの。アッパーにしたとかじゃなくてあれは止まったんですね。さあ HDHD さんがここでまあ十分仕事しました。先方としては十分すぎる仕事。そして出てくるのはもちろん竜。さあここでドカブセダイヤ比率7対5、竜超有利ですが大会こういう場だと地味にプレッシャーかかって逆にやりづらい竜。さあ工藤竜のこの本田対策やいかに。さあ基本通りのさあ飛び通してこっちは竜と何回やってると思ってんだと言わんばかりの。さあこのキャラさの覆すやり込みっぷり。流線だけで言ったら1年で4桁は硬い、下手するとそういうレベル。さあ端に追い詰める。これが本田側の。さあしっかり落とす。さあ本田が竜を端に追い込んでしまえばというところですね。さあしかしここは100巻落とし、足払い確定。頭突き頭突き百裂張り手そして足まで追い込む。飛びが通って大一丁からの大100巻落としよく見ている。しかし頭突き百裂張り手やりますね。さあそして数字も興奮してちょっと狂ってました。申し訳ない。さあこれで対象戦失礼3-1になってましたけど今2-1の状態からベンダさん勝ったのでこれで対象戦カユーマ DJ 対ベンダホンダ。今日の 3-on-3 はさあ当たるからの
ジャンプタイピーで、サッソバットが当たるが、さあしかしこの本田対策嫌というほどやっている。さあ1キャラのみならず本田の嫌なとこ全部知ってるんで、さあある程度やり慣れてないキャラでもそれなりに機能しちゃうのがこの人、かゆーま DJ がまず1本これで優勝リーチ。ズスキー百列しゃがみ中継の判定よ、百貫落とし、さあどうなるんだ。さあここはジャックナイフ読みだったか、これ俵投げからの百列サリテで削っていく、百列サリテで削っていく、スラが当たって、そして読んでいた、しかし頭突きが入るが入っていない、発信を追い詰める、体力リードは DJ、 エアスラッシャー一発避難、頭突き歩いて近づく、頭突き、いやーっとこれはダーツ最後エアスラッシャー当たった。そして本日の優勝決定と、では、本日の優勝はかゆーま DJ 工藤龍 HDHD バイソンです、おめでとうございます。はい、ということで、本日の大会はとりあえず以上となります。では次ですね、東西戦もさっさと一気にやっちゃいます、チーム分けですね。さあどうしよう、ただいまよりチーム分け、さてさてチーム分けのお時間です、どうしようかな。じゃあね、せっかくなんで仙台を代表する2名の方にじゃんけんで取り合ってもらえますか。はい、ベンナさんとどうしようかな、誰に取ってもらおうかな、ラリオさんですよね、そうっすね、ベンナさんとじゃあ、かゆうまさんでじゃんけんして取り合ってください。じゃんけんした方、じゃんけんして、え、なんでよいやいや、さすがにさすがにここは、うん、さすがに今日はベンナさんとね、活躍したという意味で、最後ファイナル締めくくったという意味でも、ベンナさんとカイウマさん行きましょう。もうこの時点で敵なんで、敵です。はい、カイウマさんとベンナさんは敵ですもん。はい、じゃあじゃんけんして勝った方から順番に一人ずつ取っていってください。はい、じゃあ最初のじゃんけんいきましょう。最初はグーじゃんけん、ほい、あいこでしょ。はい、じゃあベンナさん誰取りますか。いっぱいいます、全員 OK です。まあ今僕チェック入れますけど、チェック入ってるとこ以外は全員 OK です。あら俺ですか、あらありがたいですね。じゃあかゆうま始末や、はい、じゃあ、あ逆だごめん、逆だったーい。はい、じゃあ、かゆうまさん誰取りますか。工藤さん、お、竜をとりあえず、飛び道具が欲しい。はい、じゃあ2回目、はい、最初、え、いや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 、ちゃんとルールなんで、最初はグー、じゃんけん、はい。はい、じゃあベンダさん次誰取りますか。はい、チェックついてないとこ全員残ってます。HD 勝ちたい感じですね。はい、 HD さん、はい、で、はい、じゃあかゆうまさん、ザキセンさん、はい、じゃあ3回目のじゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけん、はい、はい、1個でしょう。はい、じゃあ今度は、かゆうまさんから、アンドレさん、はい、でベンダさん、りょうじさん、ここは相撲部屋を作ってしまった。はい、じゃあ4回目、最初はグーじゃんけん、はい、しょう。はい、じゃあ今度はかゆうまさん、残ってんのはユッキーさんとガムさんかな。
あとミノムくん、あ、ミノムさんだ、はい、ユッキーさん、ミノムくん、ガムさん、ガムさんを、はい。さあ、二択二択バランス的に、まあ飛び道具一人いるし、キャラは変えていいです。だからプレイヤーで取ってください。ここはキャラはもちろん変えて OK です。ただし一回出たらそのキャラも変えられません。はい、みのむくん、はい、ということで、じゃあ、ここはもう勝った方が完全に有利となります。はい、じゃあ勝った方が、ユッキーさんを取れます。せー、これ貴重ですね。結構戦力って、戦力としてはもうどっちも欲しいんで、じゃあ行きましょう。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょう。あと、ベンダさんチームに、ユッキーさんが、はい、じゃあこんな感じで、おまけ東西戦やりましょう。最初だけ先方お互いチーム申告の後は、かぶせて OK です。キャラは何でもいいですけど、勝ち抜きでそのままずっとやってもらいますんで、あのキャラ編は聞きません。負けたら終わりです。ベンダチームが、1、2、3、6、ベンダチーム6の、カユーマチーム5ですね。はい、では各チーム先方決まりましたら教えてください。はい、じゃあベンダチーム先方決まりました。はい、じゃあ、はい、では、席決めは決まったかな。とりあえず、じゃあ、向こうがどっちだろう。まあまあ席決めは決まってない。はい、はい、じゃあベンダチーム 1P 側ですね。ベンダし、ベンダ始末屋 HD 領事みのぶくん、ユッキーさん 1P 側、こっち側です。2P 側、向こう側、かゆうまさん、工藤さん、ザキセンさん、アンドリさん、ガムさん、向こう側になります。よろしくお願いします。はい、それでは、キャラは自由です。先方も決まりました。では先方の方座ってください。はい、それではFR イベントおまけ東西戦スタート。盛り上がってまいりましょう。はい、では 1P 側が、ベンダチーム、先方が、ミノム君。さあ 1P 側ミノム君キャミー、 2P 側工藤龍。さあここであれですね、北海道からの遠征の、龍使いの工藤さんが、仙台勢のミノム君との最初の 対戦となります。さあまずはしっかり波動と対空を使い分けつつ、まずは先方工藤龍が取っていく、波動を打っていく、波動しっかり落としていく、相打ちでも OK。さあそして上は落ちない、フーリガンずれるんですよね、あれからのめくりは投げられてしまうが、足払い、波動からの下げて、しっかり下げ飛びのタイミングバッチリ、フーリガン入って、もちろんどうだ、ダイゴスから、あっと、これはスピンドライブスマッシャー、キャノンスパイクのところが地味に、伸びるんですよね。さあ
さあ飛び通りましたが割り込み昇竜通ってこれでセットプレーから投げフーリガンでさらに体力リードジャンプ昇敬中 P で暴れて昇達暴れから投げさあ殴り合いしっかり落とすアクセルスピンナックル飛び道具抜けれるざーっと最後はしっかり上を見ている工藤龍の勝利まずは工藤さん勝利はいオーダーは大将が決める形でねいきましょうさあベンダーチーム次はベンダーチーム次鋒は両次本だ多分ホンダ多分ホンダですおっとまだ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 だそうですはい乱入するまで大丈夫ですさあ綿密な作戦会議中はい結局領事さんじゃねえかはいじゃあ行きましょう領事ホンダと多分ホンダ対工藤龍やっぱり S なんですよねさあ見ていきましょうさあ仙台といえばホンダ王国ホンダがいっぱいいますよホンダがいっぱいいます仙台部屋とはここですさあアンダーグラウンドの相撲部屋があると聞いていつまにできちゃったんでしょうねそんなもんさあしかし仙台といえばホンダがいっぱいいるぞとさあまずは可愛がりを受けた工藤龍さあやられっぱなしでさあいいですよもう遠慮なくやっちゃっていいです投げていくさあコパンが落とすしかし対空よく見ているフェイントを交えつつさあ落ちづらい大パン大パンで落とすしかしリーチの状態に持って最後あと百裂ありてからずっつきとかわいがりさあ工藤龍がホンダの占領を受けてしまいましたさあまあここで一人抜き返した領事ホンダさあ問題は工藤さんの敵を誰取るかですね誰が座ったんだなんか太めの人ふわっと座ったんだけどなさあ出てきたのかゆうままたもや DJ かなんだ一応キャラは自由ですねさあ割とまともですねさあ出てきたのは音大自ら出てきたかゆうまがいるこの人何でも使います何でも使えて何でも強いですさあズツキ何でも使えるんですよね本当この人ねさあソニック中遠距離をしっかりキープ着地に中継重ねてさあどうだただ S ホンダなので立ち回りで頑張るしかないですがここはしかしダブルサマータイクよく上を見ていたまずはカユーマーガイルが一本選手ソニックソニック裏剣対空渋いさあ今度は上を通していくか今度はリフトアッパーしっかりサマーソニック重ねつつシャーッとこれは水ジャンで避けるのが難しいホンダジャンプ中継うわーきつい徹底したさあ倒されてしまった領事ホンダさあ残り4名の残っているのははいはい私ですねはいでは私ですねよろしくお願いしますさあ続いては島津屋龍ですよね、まあ、伝統の一戦ではありますね
さあこの組み合わせは F1 でも幾度なく見てきた組み合わせです。今のところはガイルが押している。対空飛びが通らない。竜巻は見られている。そしてここで当たって投げると、ここからですね、まだ真空が溜まってないのでなんとか溜めたいところ。さあもう少し波動がなかなか打ちづらい。あーこれ波動を打とうとしたところに裏剣が当たってしまった。まず1本目はハギウマガイル。さあで2本目、ここは竜巻が見られていた。投げる、受け身なし。さあここで端に追い込んだので竜悪くない。さあ波動でどんどん押す。ガイルも必死でソニックで弾を相殺する。飛びは通るが、ここは冷静に、あっ3段が入るのか。このもうしかし今度は竜巻、なんとまだでもあるよ。あーなかった、なかった、仕事しなかった。ガイルは厳しい。ダイゴスからが入らなかった。さあ次ダイゴスからのね、目押しが繋がらなかったんですよ。いやもう少々利で良かったのまでありますね。はい、ではさあベンダチーム残り3名どうしましょう。残っているのはベンダホンダ、ユキエソ、ユキ、まあ、エスソークか、まあ、またもやバルログか。さあ出てきたな、バルログ。ユッキーさんといえば、まあ、バルログもね。さあ去年2018年まではバルログメインで使っておりました。今年から一応 S ソークというところで、さあさあよく対抗対応する。さあバルセロナ当たって、さあ流れるような動き、バルセロナ。さあ目の前落ちに対してしっかり距離を調整して対空する。ダブルサマー、しかしこれは当たらないんだ。なんというスカイハイクロ。さあこれはやっちゃったか。あっと詐欺飛びからと思いましたが詐欺ってなかった。バルログ詐欺飛び地味に難しい。さあまずはバルログは先制、手前落ち。さあ少々に来る太鼓めくりが入って、もう1回ここは固めていく。ジャンプだけで対空、しっかり振り向き様。さあこれでファイナルラウンド。さあ早出し、さあ手間早出し、ショーソニックから正面が見えない、投げてワンチャント、高めから最速で投げていたがいる。カユーマがいる勝利。さあ大ピンチですよベンダチーム。ベンダチーム大ピンチ。さあ HD、 さあキャラは何かいろいろ使います。 HD さんも出てきたのはベガ。さあ HD ベガ、ダブルに当たる、投げてジャンプ大 P で対空。さあ膝が対空、落ちない。ここはしっかりしゃがみ中継重ねつつ、ニープレスナイトメア削っていく。さあここでカユーマ DJ 倒せればまだ光はある。第2ラウンド開幕、サイコとソニックが噛み合って、投げに対してしゃがみ中継で暴れる。ソバットしゃがみ中継、ディフトアッパーで落として、ソニック当たるからのめくり、ここは投げていったが逆に投げ返されてしまう。ありますよヘッドプレス大 P 中継リード、コパンで落として、さあ投げているのはガイル、取り返したカユーマガイル。さあファイナルラウンド、
ここは返していきたい、勝っていきたい HD ベガ、固めてヘッドプレス戻ってジャンプ、ヘッドプレス戻して、さあサム当たらず、台形、あっとサム当たらず、サマーで落としてワンチャンある、うわーっと振り向いている、さあベンダチームの救世主となった HD ベガ、ほんとこの人も何でも使える。さあかゆうまさんがしかし3人4人抜き、かなり仕事をしました。さあ残っているのがかゆうまチーム、残ってんのが、ザクセン・アンドレ・ガムさんですね、3人でした、失礼。最近思うんだけど、ちょっと俺最近あれですね、数字上に出してるんですけどあんまり当てなんないですねたまに数え間違いしてるんで。さあ出ていくのは、さあアンドレさんですね、アンドレザクセンガム、そして出てきたのはアンドレザンギエフ。さあベンダチームは残り2人、カユーマチームは残り3人。さあこの組み合わせ上落とす、この組み合わせはダウンしちゃうともうベガ大変なことに、2プレスナイトメアとりあえず逃げる、ただベガの唯一の無敵技あれしかないんで、あーこうなるとまずい、一応ジャンプの食らい逃げが間に合うんですが、さあここはサイコで逃げてヘッドプレス、とりあえずあーワンチャン滑っていきましたが、まあ半角ですと。まずはアンドレ・ザンギエフ一本選手、台形カクカクしている、中継台形上を通していくか、しゃがみ中継で姿勢を低くかわしていく、相打ち、さあ足を出しつつ牽制して相打ちでも蹴りを使っていく、中継当たって上通す、ワンチャン来たぞ、どうする、最高読んでいたあっとあっとあっとシャーっとジャンプ上り中継、とっさの選択肢、ファイナルラウンド、北斗もにぎやかですが X もにぎやか、さあしかし足技に悩むザンギ、波動の次は足だ、足ここまで足技だけ、ベガの足は長い、ベガの足は長い、足、さあ引っかかったが、もちろんニープレスト、ちょっと引きつけて出していく、勝ったのは HD ベガ。さあ残り2人、どちらもこれで2人ですね、あんさあザキセンガムさん、出てくるのはザキセン即か S か X か、 X っぽいですね、まあ、S ミスったとかじゃないと思います。さあ副賞出てきたのは 2P ザキセン X ホーク、さあまたもや投げキャラ、ゲージがないときに捕まったら終わりの、ほぼ終わりに近い組み合わせ、ゲージは溜まった、とりあえず逃げるチャンスは、さあどうする、2プレス、あっと半角だったか、しかし一旦距離離してジャンプダイピー飛びで離す、詐欺飛び行っちゃったらもう大変なことになる、コンドルダイバー当たる、逆タクを仕掛けていったが、これは読み勝ってヘッドプレス、しかもめくりかどうかよくわからない、一応めくりっぽいですね。さあ HD ベガ、まず一本選手、中継台形、ジャンプ台 P からコンドルダイブ、コンドルダイブ、これは半角、
ヘッドプレスで画面を広く使うサイコが当たってデビルリバースあんまり見ないですね。デビルリバースという技名です。間違ってたらごめんなさい。さあ足技をこちらもうまく駆使しつつ、あーっとこれは半角だぞ。さあどうする、コパンからバックジャンプで逃げる。さあフィールドを広く使う、コパン、コパン、体力リードはベガ、あーっとしゃがみ中継で避ける、サイコが当たる、ヘッドプレス、いやジャンプ中ピー当たって、さあ HD ベガがこれで3連勝。さあこれで先に大将出させます。カユーマチーム大ピンチ、カユーマチーム大ヒ、ガム DJ、 さあめくり通してずらしてチューピー。さあ体力リードはこれで DJ 側、ただ DJ は飛び道具持ってるんで、さあここでベガがやはり体力リードされているのは非常につらい。最後は中小のエアスラッシャーが決まって、まずはガム DJ 一本選手、ジャンプショー P、 投げのアッパークをかけていく、しかしここ相手投げない、おおジャンプジャッケ、ダブル2がスラに負ける、スラが入って、さあ下段だけど上方向にも判定が強く、対空に使えるスライディング、非常に優秀な技。さあ投げている最速からのコパンで落として、ニープレスナイトメアからの追い打ち、そしてセットプレーはしゃがみ中継重ねからヘッドプレス、しゃがみ中 P で止めつつ、あーっとよエアスラッシャー避難。さあ大将戦 5-on-5 をもつれました。しかし最後の組み合わせは大将にとって絶望的な組み合わせ。おっとチームの勝利を、いやしかしここは魂のキャラは譲れない。さあ我らが大将ベンダホンダ、対するはガム DJ、 これも先ほどひどい組み合わせでした。100巻が入るが相打ち、これ相打ちじゃなかったらというところですが、頭突き入って百裂で削る、もう一回百裂、足払い、立ち台形からしゃがみ中 P、 おー吸った、しかし死んでないぞ、しかしずらして100巻落とし。さあここでギリギリの勝負を制して、まず一本選手ベンダホンダ、さあベンダチーム自ら勝利に導くことができるか、一気に体力6割がなくなる、しかしまだ安心できないホンダ、さあすでに体力追いついてきた、頭突き入る、しかしもう一回体力をリードをうまく、時間をうまく使っていく、しゃがみ中継対空からめくりに行くが、ここはあーっとシャドーボクシング危なかった、いい勝負、100巻、あーっとうますぎる、ジャンプ、マイジャンプ台形、ファイナルラウンド開幕100巻、おっとこれは引っかかる、さあどちらも、さあどうだ、100大一丁からの、さあ読んでいたのか、ジャンプを着頭突きで返して、さあ100巻から100列で削りつつ、相打ち、勝ったのはベンダホンダということで実況の私もハイタッチしちゃった、はい、ということで本日の東大戦はベンダチームの勝利です。おめでとうございます。はい、ということでお疲れ様でした。はい、じゃあ、今日は X3 台ねいっぱいありますんで、ごゆっくりねお楽しみください。対戦の方はこの後垂れ流して、このままこちらの台ですね今日は、垂れ流しに、配信の方も行っておりますんで、ごゆっくりお楽しみください。ということで以上をもちまして本日の月例大会終了とさせていただきます。皆さんご参加誠にありがとうございました。
あーそうそう、あと工藤さんからお土産いただいております。はい、こちらね、北海道名物白い恋人ね、いただいておりますんで、皆さんでこれ分けて、はい、はい、もう一度お伝えします。今日、北海道からお越しの工藤さんから、白い恋人の、差し入れいただいております。ありがとうございます。盛り上がっております。はい、こちらですね、パソコンですね、こちらの前に置いとくんで一人一個、取っていってください。美味しくね、工藤さんに感謝して、いただいてください。